ば今日もダニック、レタスで、ネギ、香りちゃんでいきます。できました。豚肉のレタス巻きとネギ巻き。はい、いただきまーす。うまっ。うますぎる。いやー、シンプルに塩コショウで。はい、豚肉とレタスとトマトちょっと余ったのをさっきのチゲスープの中に入れて煮込みました。ごちそうさまでした。というわけで今回は 豚バラ肉のレタス巻きとネギ巻きでございました。簡単なんでやってみてください。それではバイバイ。はい、片付け完了。帰ります。